はい、岡崎グリーンメンテナンスです。今日の作業なんですが、一般の、庭の手入れになっていまして、でこの草ですね、今日はこの草刈りを、行いたいと思います。でこっちもね、植木がいろいろ、庭にね植えてあるんですが、まあこちらは今回は手をつけず、この周りのね、草を刈りたいと思っております。で今こんな感じでね、多分駐車場だったと思うんですが、こちらがね、雑草が、いっぱい生えちゃいまして、でまあこんな状態になっております。で今ね、こちら住んでないらしく、まあね、ちょっと遠くの方から、今日来てくれるんですが、今ね、空き家状態なんでね、まあ自分で手入れできないってことで、今回ね、依頼受けました。でもね、空き家をね、もろにね、空き家ってあんまり見せたくないんで、まあね、ちょっとね、手入れを入れておけばね、まあ空き家っていう感じにはならないと思うんで、防犯的にもね、あんまり家の周りがね、ボサボサしていると一発でね、空き家って分かってしまうので、まあ、今からこれをね、刈り込みたいと思います。はい、以上です。